根本的なこの進む方向をですね、アベノミクスから変えるということは私はするべきではない。成長から目を背けるというふうにとらわれないようにしないといけないですね。何か社会主義的な味付けになっていくのではないかというふうに捉えるとですね。大企業の業績の果実が国内の中小小規模企業、そしてその従業員の皆さんに行き渡らないようであれば、アベノミクスは失敗であると私は考えています。조선민주주의민공화국중국의연구소상명대륙간선도표장착용수소탄시험에서완전상조선노동당